お花紙で握り寿司を作ってみました。まずシャリの中身を作ります。コピー用紙を畳んで細かく切ってほぐします。畳まずにそのままくるくると切っていっても構いません。細長く切ったものをぐしゃぐしゃと揉んで、シャリの大きさにまとめます。シャリの大きさの分だけ取ってまとめます。白いお花紙を半分に裂いたら、先ほど切った中身を置いてお花紙でくるみ、水のりで留めます。端を内側に折ってのり付けすればシャリの出来上がりです。もう一度作ってみましょう。シャリの大きさのコピー紙を取ったら、お花紙に包んで水のりで留めていきます。これでシャリができました。今度はネタです。赤いお花紙でマグロを作ります。シャリの大きさを見ながらふわっと畳んで糊で貼ります。シャリの上に乗せれば、これでマグロのお寿司の完成です。卵を作ってみましょう。半分に裂いたお花紙を軽く揉んで、同じようにシャリの大きさに合わせて畳みます。水のりでのり付けして、最後に黒いお花紙を細く裂いて、これでくるっと巻きます。残ったところはハサミで切りましょう。マグロと卵のお寿司ができました。いろいろなお寿司を作ったら、適当な色入れ物に並べて盛り付けていきましょう。こんな感じに出来上がりました。お寿司だけでなく、いろいろと工夫をして子どもたちとお花紙のお弁当作りを楽しんでみてください。